はい、皆さんこんにちは、アンクルです。お久しぶりですね。なんかさ、1月になってね、やったら寒いんだけど、寒いしさ、やたら雪降って出かけようかななんて思ったら、ちょっとね、出花くじかれちゃったりなんかしてね、なかなか、出かけておりません。前回からね、だいぶ巣ごもり状態になっておりましたけれども、少しね、リフレクション写真というのを撮りたくなりましてね。以前から、去年からもウユニ塩湖だとか言いながらね、こう空と地上とのこう境目がなく、こう逆さまに映るとかっていうのが、ああいう写真をね、かなり気にしておりまして、じゃあ今日はそこをもどきのやつを撮れるかどうかわかんないんですけれども、また行ってみようかなと思っておりましてね。で、いろいろ考えたんですよ。前回ね、ガマニエンコでそれらしきものを撮ったんですが、あれをね、もう少し簡易的にどこでも簡単に撮れるというやつをね、考え出しまして、いろいろ小道具を作ってきましたので、今日はね、それを実際に、試してみようかなと思っておりまして、海に出かけております。もうバイクの話とは全然関係なくなってきましたけれどもね。風強いからあんまり通りたくなかったんだけど、どうしても通っちゃうわけね。で、反対側車線すげえ混んでるし、ここ右方向だそうです。ここがですね、海岸に向かうようなところになりそうですね。ぐっと細くなってきます。お、これは防波堤ですな。寒いよ、これは。ああ、いやー、ちょっと風強いんじゃない？ここにね、こういうお地蔵さんみたいなものが、点在しています。ああ、風強いね。この堤防ごとにね、お地蔵さんが、こういうやつが なんか33個あるみたいですね。なんか言われがあってですね、詳しいことはまた後で述べますけれども、ね、この先にずっとね、1個目から始まってずっと33個あるみたいですので、ちょっとこの堤防あたりをですね、ドライブしてみようかなと思っております。よいしょ。津波予報、若干の海面変動とか言って、
さっきのアクア豊橋ですね、アクアマリーナね。でこれね、地蔵さん33個ぐらいあるのかな。で本当であればここの水面があってですね、あのホテルだとかそういったのが意外と見れるかなと思ったんですが、波風が高くて、あ、風が強くてね、全然その見えそうもないですね、ちゃんとしたやつが。だから昨日来たかったのにね、海岸には近づかないでくださいとかなんとかね、注意報が出たので。ここもね、リフレクション動画の写真撮れそうですもんね。いやー風強いよ今日、やべえなー、これじゃあさ撮れないじゃんね、写真が。いえ寒いよ、風強いよ。おお、バイクがさ、なんか飛ばされそうな気がするんだけど、置いとくとパタンって倒れちゃいそうだ。いやー風強いよ、だから今日来たくなかったのに。方が良かったのにね。どうもなんか夏場あたりだとアサリが取れそうな感じがするみたいですね。うわロケーションはいいんだけどね、ほらね。風が収まって天気が良ければリフレクション写真とかね、ここの水面からあの建物が非常に綺麗に映りそうな気がするんだけどね。でどうもこのお地蔵さんみたいなやつね、33個ぐらいあるみたいですよね。それぞれ意味合いがあるみたいです。おお、トンビがくるりと輪を描いてね。え、今日は天気が良くないからこんな感じになっておりますが、ずっとあるんだよね。もう少しね、
天気が良ければまた来ようかな。GL だとね、U ターンがなかなか難しいんで怖いんですけれども、そこら辺の公園とかね、いい感じじゃないかな。いやー今日は風強いです。向こうの方にカメラで映ってないかもしれないけど、煙突があって煙がね、横風がすごいんだよね。真横に吹いてるから風が強いです。 4,5 メーターはありそうですね。でこれ多分ね、反対側にもね、お地蔵さんみたいなのがあるみたいです。パレスリゾート、さっきはこっち行ったから、本日定休日、ああ定休日ですか。定休日なんてあるんだ。アクアリーナ豊橋というところまで来てリフレクション写真を撮ってみました。まだまだね、マイク撮れておりません。練習しないといけませんので、まだまだこれからね、春とかね、なったら桜だとか桃の花だとかいろいろな写真が撮れると思いますので、乞うご期待であります。それでは皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。